飛び出せ動物の森アミーボプラス、ということで、どうも皆さんこんにちは、うまでございます。ということでね、飛び出せ動物の森アミーボプラスやっていきたいと思うんですけど、何アミーボプラスって、ちょっと本当に唐突になんかアップデートが来てさ、なんか飛び出せ動物の森から飛び出せ動物の森アミーボプラスになったわけだけど、全くなんか予想もできなかったし、びっくりしてます。何が追加されたかもわかんないけど、ん？飛び出す動物の森が、飛び出す動物の森アミーボプラスにアップデートされました。飛び出す動物の森アミーボプラスを始めるため、セルデータを更新します。わかりました。はい。あ、じゃあ、頭の上に手を置いて。あ、わかった。早い。はい。本当に急に更新されたんで、プレイヤーを選んでください。プレイヤー、うまくできます。え？しずえさん？似てるし。え？おはようございます。ああ、かわいい。かわいい。村長さんに恥ずかしいところを見られちゃいました。あ、しずえさんが、外で電車の中にいる。え、なんで？こんにちは。前の好き、失礼しますね。あ、かわいい。あ、どうぞどうぞ。それにしても、こんなところでお会いするなんて偶然ですね。どこかへお出かけでしたか？それはそうと聞いてください。はい、なんでしょう。なんと、コンビニ前に突然、オートキャンプ場ができたんです。本当に唐突じゃない？本当に突然すぎないか？さすがに。表面下で準備が進んでいたらしいのですが、私、ちっとも気づいてなくて。いやいやいや、準備が進んでたって誰が準備してたんだよ、それ。本当に急にオートキャンプ場に繋がる賛同できたので、びっくりしちゃって、今説明を聞いてきて可愛いなんです。ああ、なるほど。それからもう一つ、何？あ、着いた感じかな？コンビニ村に。まもなく、コンビニ村。着いちゃいましたね。とりあえず追いましょうか。はい。ああ、着いた。うわ、なんか懐かしい、この感じ。どんな格好してんだよ、お前。すぐ村長、列車の中にかけた話の続きなのですが、これも突然なんですけど、村民の皆さんにご利用していただける、暮らしサポート制度が始まったんです。何、暮らしサポートって。生活が欠かせない、日々の買い物や、草むしりなど、村の環境まま活動したり、虫とりやすくなったり、そういったものもの、いつもの村の生活をしているだけで、ふるさとチケットというギフト券がもらえる、お得な制度なんですよ。へぇ、ふるさとチケット。そうだ。せっかくなので、この足で、役場までご一緒していただけませんか？今からこの制度をご利用いただけるよう、手続きを済ませて、暮らしサポート説明もさせていただきますので、わかりました。わかりましたけど、お、なんかある。なにこれ。かわいい。なにこれ、だるま？猫？てかなんか、あーはーっていうのさ、あーはーに似てない、なんか。気のせいかな。それでは、まずは、暮らしサポートの制度をご利用していただけるよう、新しいショッパーカーをお渡ししますね。ありがとうございます。古いショッパーカーはこちらで向こうにしておきますので、ご心配なく。ああ、捨てちゃうのね。記念に取っときたいんだけど、そういうの。ダメ？ただ、エミバンジだけはご自分で再発行していただく必要がありますので。はあ、また。へえ、わかりました。じゃあ、またリセットされちゃうんだ。村に来た。村つく夢に来た住民は。住民で人は。新しいショッパーカーでは、これまでもあった、プロフィールの他に、暮らしサポート情報もご覧いただけるんです。一時はもらえる活動内容は毎日変えますので。ああ、なるほど。ソシャゲとかにあるさ、なんか、クエストとかみたいな感じかな？その日の。その日サポート結果できる活動をお送りしたい場合は、そばかをチェックしてくださいね。わかりました。それから、暮らしサポートもらえるふるさとチケットというギフト券は、こちらの赤い端末、ふるさとチケットマシンで発見できます。長いね、名前。サポートを受けて活動した後は、この端末で、ふるさとチケットの受け取りを忘れなく。このふるさとチケットは、新しくできたオートキャンプ場で、7店にはない、珍しい商品の購入。
え、ナイス欲しい。そうそう。クラスサポート制度に登録いただいた方には、ふるさとチケットが最初10枚支給されますので、よし、この後、大きキャンプ場を見に帰っていくんですか？おー、おー！地図に追加された新しいマークが、キャンプ場の入り口ですので。なんか、左の広場の横にできてますね。村に隣接されてるんだ。すごい。ご説明は以上です。お付き合いいただき、ありがとうございました。ああ、ありがとうございました、しずえさん。おう！ふむふむ、そばかに、ふるさとチケットにオートキャンプ場。なんだか、いろいろ新情報。まずはそばかと赤い玉とチェック。写真撮ろう。よし、やった。ああ、これセーブと。これチュートリアルが終わった感じで、また自由に行けるのかな？村を。はい、ということで、どうも、こんにちは。うまでございます。ということでね、7月の15日、やっていきましょうか。ってことで、なんかいろいろと更新されたんだけど、ソパカってどれだ、これ？違う、GDS 画像投稿2だ、どうでもいいんだよ。あ、やめとく、やめとく。ソパカってどれ？これか？おお、なるほど、なるほど。よいしょ。ソパカが新しくなりました。フェアなんで、クラスサポートの情報をチェックできます。詳しい説明の場合は、サポート項目をタッチしてね。ほう。あ、なんだ、なんか4号が、4号がなんか呼んでる。どうしました？実はさ、俺ってあんたに、それなんだよ、何？うん。5って言っちゃう癖があるだろ？はぁ、あ。わかりました。じゃあ変えましょう。よし。やっぱね、バージョンアップしたんで、アミーボプラスにね。やっぱ宣伝は基本なんで。ちょっと待って。あ、ちょ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 。ちょちょちょ。これどうだ？アミーボーでいいかい？いいじゃん。普通に。宣伝は基本。オッケー。アミーボか。うん、いいじゃん。雰囲気とか、うちっぽいかも。ここ一番の決め台詞で使えそう。ありがとう。アミーボー。なんか、アミーゴーみたいな感じでいいじゃん。で、なに、ソパカ？ソパカを説明したい。コーディネート向上サポート。制限なし。ああ、なんだなんだ。クラスサポートを受けるための活動してみましょう。上に、コーディネート向上サポート。部屋のコーディネートをサポート。壁に好きな服を飾って、ワンポイントコード試したからに、ふるさとチケットしていきます。なに、壁に好きな服飾れんの？まずは部屋の壁に好きな服飾って、コーディネート向上サポートにチャレンジ。は？ああ、ようこそ。待って。すごい混乱してる。何が何だか全くわからない。ちょっと待って。このあっちゃかってる部屋に飾れんの？服なんて。服なんかある？あるね。ツリージャケット。お！部屋に飾る、壁にかけるできる。壁にかける。あ、これがあんのか。これがあるんだ。じゃあ、これで一回どかすか。じゃあ、なんかもっといいやつ。なんか、レクタングルなくて何？とりあえず、壁かけよう。おー、すげえ！ハンガーで。うわ、すごい！こんなのできるようになったんだ。面白い。で、これでもういいのかな？あ！おめでとうございます。コーディネート向上サポートを受けるための状況を達成しました。ふるさとチケットは役場の前に赤い端末で、ふるさとチケットマシンで受け取ってくださいね。わかりました。今なんか出たね。なんだ？初めてのチケット受け取り。あ、なるほど。こういうミッションというかクエストがあるんだ。へー、なかなか結構変わりましたね、動物の森。すごい。いろいろやってみたいけど、これ、何パーとかに分かれてやった方がいいかな、これは。とりあえず、ふるさとチケット交換してみたいな。ちょっと、ミカッチは後で話そう。今、ミカッチどころじゃない。今、いろいろと、
変わってびっくりしてるから。これか。なんか鳴ってる。いらっしゃいませ。こちらふるさとチケットマシンです。ふるさとチケット受け取りはこちらで止まっております。おー、なるほど。じゃあチケット受け取り。あ、2枚受け取りました。やったぜ。ご利用ありがとうございました。なるほどね。へえ、じゃあ毎日村でやることがいっぱい増えたね。クラスアップを受けるための料金は毎日で買います。そばかで状況チェックしてチケット集めましょう。集めた人とチケットは郵便局の ATM のお金に変えたり、お金に変えれるんだ。すごっ。もういっぱいある。明日朝まで。へえ、すごい。こういうのは、動画内っていうよりは、個人的にやる感じかな多分。あ、消えちまう。あー、つい、虫取り大会か。へぇー。ちょっとキャンプ場行ってみたいな、先に。こっちだっけ？どこ？あ、あーあーはははは。おー、すげえ。すげえ。ええー、なにこれ。やば。おー。捕まえよう。あ。そう、キャンプファイヤーあるし。誰かいるんですけど、左上に。左上に何かいるんですけど。あ、そういる。へえー、すごい。わ、すごい。えい。あー。なにこれ。これ演説するやつじゃん。え？誰あんた、司会次第、興味あるけど。あ、わかりました。安い。へぇー。あ、パニエルさん、ごめんなさい、先にあなたよりも、この台の方が気になっちゃって。ごめんね。よろしくお願いします、写真撮ろう。パニエルと呼んでくれたらいいよ。はっはっはっは、パニエルさん、わかりました。誰もそんでくれないんだけど、じゃあ、パニエルさんで行きます。ここは各地から集まるキャンプのために、いつも来ているから、気が見たときにまた来とくれ。わかりました、ありがとうございます。頭に鳥乗ってんのこれ。すごい、頭に鳥乗ってる。すげえ。ここって何？ここは、熊自慢のキャンパーたちが集まってくるオートキャンプ場だよ。少なくとも、私が知るキャンパーに悪いやつないから、気に話しかけてみていいよ。すごい。じゃあ、来た動物の持ってる家具とかももらえるわけか。ちょっと教えて。あ、やっぱり、カゴーダのこと。うん。へぇー。すごい。うわ、面白そう。ちょっと他の方も教えてもらおう。ふるさとチケットのこと。うん。あ、はいはいはい、さっきのやつね。で、あとは、配信キャンパーって何？配信キャンパーのこと。うん。へぇー、そんなのもできるんだ。今はいいです。今はいいです。また、後日、やります。キックボード、これは。キックスクーターは。へぇ、すっごい。そう、僕、今話題のね、大統領選に出馬しようと思ってるんで、アメリカの。これ欲しいな。演説したいな。へぇ、いいとこじゃん。普通にいいとこじゃん、ここ。お、スズランも咲いてる。すっげぇ。来てんの、誰か今。こんにちは。おー、え、ハーベストシリーズじゃん、これ。え、これあの、イベントでしか手に入らないレアな家具やんけ。ベルディーナ。年に一度のカーニバルが一番の大仕事が、普段もプロダンサーとして最前者で各地と回り、特にキャンプにフレッシュして、あ、この人あれか。ハーベストフェスティバルじゃねえや。だっけ？にいる、あの、サバンナジェニア、サンバの人だよね。こんにちは。どうも、お邪魔してるわよ。この村、とってもいいところね。ありがとうございます。地図の中にいると、インスピレーションが向き出してくるの。へぇー、すっごい。家具をオーダーするのができるの？あ、すごい。こんなイベント限定のが手に入るの、簡単に。へぇー。